さあやっていきましょう。もうこのタイトル見りゃわかるね。今回やるゲームはベルセルクです。どうもアザラシです。いやドリキャスのベルセルクの実況なんて需要あんのかって思うけど、まあ、好きな人は好きかもしれない。ベルセルク、コアなベルセルクファンの人には興味があるかもしれない。それ以外には多分興味がないと思うけど、あの帯のところに狂気と暗黒の闇を切り裂いて黒き剣士がドリームキャストに降臨する、ベルセルクミレニアムファルコン忘れ花のショーと書いてある。原作者三浦健太郎が綿密な着想のもとに構築した断罪編に結びつくオリジナルストーリー。それは剣というにはあまりにも大きすぎた。大きく、分厚く、重く、そして大雑把すぎた。剣、それからまさに、それはまさに撤回だったと書いてありますね。これ名前は知ってるよ。これドラゴン殺しってやつなんだろう。オープニングがバシッとすっ飛びますね。一応ちょっとプレイしました。ちょっとプレイした。テストプレイを20分ほどして。で、一つ大きな間違いを犯して、従って撮り直してますけども。いや、まあ多分ね、この動画をもしかしたら初めて見る人もいるかもしれない。アザラシっていう名前の、まあ、チンケな実況屋でございますけどもね。実況屋ってなんで、まあその、このベルセルクで検索してね、まあ、初めて見てくれる人にも、まあ、優しい実況を心がけていただき、ウィー、完全にイカれちまって、唐突に始まるプロローグなのか何なのか。これね、スタートボタンを押したら一気に飛ぶ。もうストーリーぶっ飛ばしてね、それをさっきしっそりやっちまって、話が何もわからんなと思ったんで、まあ、呼ぶ。ぶっ飛んじゃうってんで、もう一回初めから取り直してます。戦闘はある程度やった。まあそれはダイジェストじゃないけど、修理なら俺たちも手伝って、金はただし金はたんまりいただくわね。なかなかいい娘じゃねえか。金っていうか娘をさらう気たまんまんですよ。顔がちょっと売れそうな娘に見えんぞ、その顔。おい、なんだてめえは。これ何の犬なんだろうな。この人恐れられている。こいつは物狂いだ。物狂い。でもよ、よく見りゃ結構いい女じゃねえか。ついでにこいつもさらっちまおうぜ。ベルセルクは皆さんご存知ですかね。自分はですね、あんまりベルセルクは詳しくない。アニメがたまたまなんかケーブルテレビかなんかでやって、それを見たことがある程度でね、あんまりストーリーもってね、このガッツってのが主人公なんだろうっていう、武器がドラゴン殺しなんだろうっていうこと、あとグリフィスとかそういう、まあそれぐらいしか出てこない。キャスかグリフィスのあたりのね、なんかグリフィスがお姫様を呼ばいして、それが王様にバレて拷問にかけられてみたいな、そんな話をちょろっと知ってるぐらい。だから本当にね、あんまり合わない。俺はこのベルセルクの世界がいまいちこう、あんまり肌に合わないという、このダークファンタジーの世界が、いまいちこうなんかこうね、好きになれないんだけど、でもね、ベルセルクとか好きな人は好きなんだよね。自分の周りにすごくベルセルクとか好きな人がいて、好きな人がいるということは、まあそれなりになんか魅力あるんだろうなと。なんだろう、強い男に憧れるみたいな、それなりなのかな。L ボタンを押すと、この武器をしまいます。しまって殴り中心に。まあこれがどういう風に生きるのかは後々わかる。今は剣を振り回していこう。で、横投ぎで広範囲に敵を切ると、A ボタンでためみたいな、ため切りができる。敵が、うぃー、ため切りが、
ほう、あ、一発死ぬわけじゃない。これでそのなんかある程度ダメージを受けるか、ある程度ダメージを与えるとこのスーパーモードみたいなものになるっぽい。目が光ってますね。この時すごい振りが早いらしい。そしてこうやってクナイを投げたりすることもできるんですね。あの右上にねあるでしょ、これ。これを押すと R ボタンを押すとこのアイテムが使えるようになる。例えばそうね、こうやって爆弾を投げたりね、距離。確かこれは数が限られているので、多分どっか要所要所で使ってくれるんだろうなと思うけど。よし、安定の安定した戦いで。先ほどはボコボコにされた。まあね、あのシェンムーとか、シェンムーとかソウルキャリバーとか 3D セントに慣れてるからね、ドリキャスのね。まあまあこんなもんよ、ざっとこんなもん。あの、まあ、ゲームのシリーズとしては1本20分ぐらいでまあ切り上げてタンタンタンと上げていこうかなと思います。ほらこういう妖精のキャラがいたような気がする、ベルセルク。でもアニメではあまり見てない気がする。漫画の方にいたよな。ねえ、なんかね、得意じゃないわ。ファンタジー。俺が好きなファンタジーって言ったら、魔法陣ぐるぐるみてえなやつだ。初めて見た。マジックライドレイヤースみたいなやつだ。ベルセルク時空に生きてきてない。多分年代的にはそんなに違いないと思うんだけど。ベルセルクの時空とはもう全く別の時空に住んでた。全くなんかこの、うん、馴染まねえな。まあ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 、話はね、話はどんどん進んでいくんでね。まあ初見プレイということで新鮮に感じながらやっていこう。馬車も治ったし、すぐ出発するぞ。馬は上手い気がするな。人物が壊滅的に可愛くないっけ。この女の子のために何か頑張ろうっていう気がしないもんな。まあ、この妖精のために何かしてやろうという気もしないけど。パピオンが助手席に乗っている。ありがとう、助けてくれて。それじゃ、よし出発。パピオンがどこへ行った。体育座。キャスカ、どこへ行った。キャスカ、どこへ行った。あの頃で見たいんじゃないの。街はすぐそこだし、見せてあげたら。バーカ、んなことしてる暇俺たちにはねえんだよ。でもさ、何してる最中なのか教えてほしい。とりあえず断罪編に繋がる物語らしいけど、何が終わって断罪編なのか。見せてあげようよ。音が回ってるな。ヘッドホンつけてるから音がぐるぐる回って気持ち悪い。この間全然飛ばせないんですよ。ボタン怖くて押せない。スタートボタン押すと一気に戦闘まで飛んでいったりするから。じゃあ一体いつセーブすればいいんだろうね。間違いない。何が。あれはアスキープレゼンツ。アスキーですよ。週刊アスキーとかのアスキーだよな。株式会社アスキーとか。アスキーの原作三浦健太郎。この曲がね、あれですよ、あの軽音とかでおなじみの平沢進むですよ。出ると思う。音楽平沢進む。ほらね、これはオリジナルなのかな、このゲームのためのオリジナルなのかな、それともベルセルクのテーマ曲みたいなやつだ。平沢進むって実体何がすごいの。すごい人はすごいって言うんだけど、何がすごいのかよくわからない。これ妄想代理人でだけ知ってる平沢進む。あの空に大きな
キノコ雲ってやつだろ。花が咲いてる、草が咲いてる。どうやら物語としたなんか説明書にあった。説明書にね、なんかね、説明書に書いてあるのにはよると、このそこは長年にわたる飢饉や戦争で荒れ果てたとある土地。領民たちは野党や軍隊などを恐れ細々と生活していた。そこには権力の縦構造があり、それは同時に迫害の縦構造でもあった。権力を持つ者はそれに大いにした。権力を持つ者はそれを大いに行使し、弱者はいつも怯え、その腹いせはさらに弱い者に向けられた。人々の心はすさみきっていた。大土俵を見ながら俺の説明を。この町の周りは荒野ばかりだったが、偶然この町には泉があったため、昔から戦争の拠点として多くの国々の軍隊や野党などによる占領の浮き目を見てきた。おお。現在町を治めているバルザックもその勢力とされた。この町に古くから暮らす者は皆虐げられてきた。こいつマンドラゴラ尽きた。キモい。その土地の町や村を奇妙な病気が襲った。ある日突然町の人間が何か奇妙な植物を練るようなものが取り付き、疲れた人間は気が触れてしまうという奇病だった。噂ではいつの間にか気がつかないうちに町があちらこちらからに見かけない植物を目にするようになり、そしてそれが夜、一人で動き出し人間に取り付くのだという。土から引き抜くとき、植物は悲鳴とも叫びともつかない音を発し、それを聞くと死ぬとも言われている。人々は植物を伝説の植物マンドラゴンと呼び恐れた。植物がはびこる地域には決して近づこうとはしないという。マンドラゴラが悪いらしい。そしてこの大道芸人の女が連れているヨブとかいうやつも、おそらくこのマンドラゴラ月とかいうので怪物になってるんですね。さあボスバトルみたいな感じにいきなりなっちゃいました。スタートを押すとセーブできるわけだからね。ステップステップ横ステップステップ移動ステップ移動ガードガードとステップを使います。あいかいかんガードよくねガードよくねなんか投げられる触手投げされる強えってば。そのままじっとしていろ。後ろを向いていろ。切り刻んでやるから後ろを向いていろ。ああ投げないで。俺はあんたが結構強いことは知ってるんだ。このまま行く。このまま行く。なんとかなったか。121強いよこいつも。なかなかこれセーブはどうすんの。セーブはマンドラゴラ月の化け物め化け物め。気色あり。死んでくれて精神したぜ。随分な言いようだぜ。やめてよ。ここまですることないだろう。うるせえ。はあペシ。何もセーブの方が分からない。何も殺すことなかったのに。化け物相手に手加減する件は知らねえ。オプションに設定した内容は進行中のゲームの再開ポイントとセーブします。僕は化け物なんかじゃ。セーブできる状況。ゲームを中断するときはゲームオーバーし、オプション内のファイル項目でセーブを選択するって書いてあるな。ででー、これがおそらくバルザック。おそらくじゃねえんだ。知ってんだ。この辺までは進めてます。皆の者、下がれ。これより見聞を行う。スタートボタンを押すと一気に飛ぶのは怖くて、スタートボタンを押せないからセーブができない。この立ち消し。お前か、こいつをやったのは。ああ私はバルザック。バルザック。
この町を治めるものだ。ほう、そなたには礼を言わねばならんな。この病にかかった者は一度暴れ出すと死ぬまで破壊の限りを尽くす。病。数年前より近隣の町で流行り始めたものだ。この声よく聞くけど、誰なんだろうな、声優さんは。見つかっていない。渋い声優さん。そのものは、まさか、マンドラゴラ月か。月こいつは、そんなわけのわからねえのとは違う。なるほど。だが物狂いには違いあるまい。うん、どうだ、もしかしたら我が英術が力になれるやもしれぬぞ。なんだと。なんだと。我々はマンドラゴラ月の治療法を研究している。マンドラゴラ。マンドラゴラっつうのはな、同種の病ならば、なんか薬草に使うやつやね。治療に協力できるかもしれない。それに貴殿には礼もせねばならん。とりあえず礼をさ、礼をしてくれ。その者と共に我が城に参られ。金をくれ、金を。いいぜ、案内しな。話は決まった。では私は客人と共に城へ戻る。あとはその方らに任せ。ナイトみたいな人たちがいっぱい。ああいう服着て実際いたのかな、昔の人って。昔の騎士とかってあんな服着てたのかな。重くて動けんのじゃねって思ったりするんだけど。重くて動けんし、あの投げ技とかが効きそうだよな。あ、泣いている。さすがにこういうのを、そのこういう怪物を、あ、これから殺されてしまう。こういう怪物を街に連れてくるのも、まあどうかと思うよ。分かっていながら、ね、暗いな、絵面が暗いもの。絵面が暗い。肩を一応回してますね。手を回してる、肩に。キャスカに手を回してる。本来ならば、その方らを歓待せねばならぬと思うだが。ほう、歓待してくれ。貴殿には見てもらいたいものがある。あれぐらいのろうそくで随分明るさ保てんのかな。これぐらいのろうそくで。いや、危険ゆえそなただけに来てもらいたい。キャスカは心配すんな、俺がしっかりガードしててやっから。おう、このエルフには何か力があるんですかね。何かあったらすぐに知らせろ。ちゃんと見張っておけ。声合ってなくない？顔がなんかいちいち怖えんだけど。あ、18分。ちょっと切れるポイントを探していこう。ないけど。スタートボタン押すとぶっ飛ぶんだよな。いかがした。いや、なんでもない。